イツアーク・パールマンは、イスラエルのテルアビブ生まれのバイオリニスト、指揮者、音楽指導者。20世紀後半における最も偉大なバイオリニストの一人と評価されており、また知名度においても最も秀でたバイオリニストの一人である。演奏においてのみならず、教育者としても高く評価されている。1945年、イスラエルのテルアビブに生まれる。 両親はポーランドから移住したユダヤ系の理髪師でことさら音楽の愛好家ではなかったらしい。3歳の時、ラジオでバイオリンの演奏を聴いて感動し、バイオリンに強い憧れを抱く。最初はおもちゃのバイオリンを遊び半分で弾いていたが、間もなく正式なレッスンを受けるようになる。しかし、4歳3ヶ月の時、ポリオにかかり、下半身が不自由になってしまう。 それでもバイオリニストになる夢を諦めず、幼少ながら、シュミット高等学校で、バイオリンのレッスンを続ける。その後、アメリカイスラエル文化財団の奨学金を受けて、テルアビブ音楽院で、リブカゴルトガルトに指示し、10歳で、最初のリサイタルを開いた。これを機に、イエルサレム放送還元楽団の演奏会に招かれ、ラジオにも出演する。 テルアビブ音楽院卒業後の1958年13歳の時アメリカの人気番組エドサリバン賞のタレントコンクールに応募して栄冠を勝ち取り翌1959年2月に出演リムスキー・コルサコフの熊鉢の飛行やビエニアフスキーの華麗なるポロネーズを弾いて大絶賛を浴びるこのテレビ出演をきっかけに アメリカに泊まることを決意、アイザックスターンの強い推薦を得て、ジュリアード音楽院に入学、名教バン・ガラミアンとそのアシスタントのドロシーディレーの下で学ぶ。その後、アメリカでの正式デビューは、1963年3月5日、17歳の時にカーネギーホールにおいて弾いたビーナフスキのバイオリン競争曲第1番であった。 1964年8月には、レイベントリット国際コンクールで優勝する。18歳での優勝は、史上最年少であった。その後は、アメリカのメジャーオーケストラから、共演依頼が殺到し、アメリカ全土の主要都市でリサイタルを開いて、絶賛を浴びる。1965年には7年ぶりに、古国イスラエルに帰り歓迎を受ける。 1967年から1968年にはヨーロッパの主要都市でデビューを果たし、その評価は国際的なものとなる。初来日は1974年で、その後、たびたび来日している。1966年から始めたレコーディングでは、グラミー賞15回をはじめとして、エミー賞を4回受賞するなど、ほとんどのレコード賞を獲得している。また、 1993年には映画シンドラーのリストの主題をこの映画のために演奏した。1998年からはジュリアード音楽院の教授として教育活動にも従事している。近年は指揮活動にも取り組み、引きぶりのみならずデトロイト交響楽団の主席客員指揮者を務める。他、セントルイス交響楽団で音楽顧問を務めている。 1989年には長年の活動を評価され、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領からモデル・オブ・リバティ。2000年にはクリントン大統領からナショナル・モデル・オブ・アーツの称号が贈られている。2009年1月20日のオバマ大統領就任式ではヨーヨーマと演奏した。しかし実際に会場に流された音はリアルタイムのものではなく、 事前に録音されたものであったことが分かり、各方面で賛否両論の声が上がっている。レパートリーは極めて広く、競争曲、そなたのみならず、フリッツ・クライスラーなどの商品集でも高い評価を受ける。また純粋クラシック音楽以外の分野も手がけ、ユダヤの民族音楽を歌ったものや、スコット・ジョプリンのラグタイム集などの演奏等の業績も見られる。 かつてフランスのバイオリニストエミール・ソーレが所有していた、グアルネリ・デルジェスのソーレを1986年に得る。同じ86年、ユーディメニューインより、ストラディバリウスの黄金期に類いされる1714年生、ソイルを購入。パールマンが23歳の時に、メニュー品に弾かせてもらい恋に落ちた楽器で、もし手放す気になった時にはぜひ僕に売ってくださいと、お願いしていた。 ありがとうございます。